切ない夜、星を探してる。明日君がいなきゃ困る。現在のメンバーはこの4人。元塾講師、キャラなし普通人タッキー、熱血ダンサーの純平、元アイドルで現在ヘアメイクの勉強をしているゆか、パチンコ屋勤務、女の色気とは限りなく無縁の沼っち、真実の愛を見つける地球2周目無期限の旅、ラブワゴンが走るのはマラウイ。日本ではあまり聞き慣れないこの国は、東アフリカの内陸に位置する南北に細長い国。すごい。その面積は北海道のおよそ 1.2 倍。アフリカ各地を巡る旅人が、その居心地の良さからついつい長居してしまうという話もあるほど、人々は心優しくとてもフレンドリー。そんな国民性からマラウイはウォームハートオブアフリカと呼ばれている。マラウイの空港に降り立ったメンバーたち、すると、ラブワゴン発見。マラウイのドライバーはフランシスさん。二人の子供を持つ優しいパパだ。マラウイを走り始めたラブワゴン、この日は男性新メンバー合流の日。走ること20分。あ、おった。名古屋。男性新メンバー発見。ゴー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 。こんにちは。24だと若くないの。名古屋から来ました松村優也です。24歳で学童保育園で指導員のアルバイトをしています。よろしくお願いします。学童保育園でアルバイトをしている優くんは、子供が大好きな24歳。爽やかな優くんを乗せ再び走り出したラブワゴン。うわー、いいね。なんかスポーツやってんだよね、みんな。うん。そこにはサッカーを楽しむマラウイの青年たちが。するとラブワゴンは道を外れ、なぜかグラウンドの方へ。さあ、そこらにいるとか。いるの？あ、あれ？あれ？どこ？あれ？あれ違う？ああ、日本人だ。日本人だ。そこにはジャパンブルーのユニフォームを身にまとった謎の日本人が。うわ、おお。そしてついに謎の日本人プレイヤーがそのベールを脱ぐ。え、中田？綺麗だ。山梨県から来ました。今沢哲夫です。ヒデって呼んでください。日本代表中田選手と同じ山梨県出身のヒデは19歳のショップ店員。すると19歳、若い。得意なスポーツはバスケットです。しかもバスケット。僕はスケートやってました。サッカーはサッカーやんない。やらない。やむを得なく。揺れてるけどね、ずっと。大丈夫。面白い。早速ヒデに女性陣の第一印象を聞いてみた。まずは沼っち。顔を見た時にこう女子バスケットをやってそうな雰囲気で、なんていうんですかね、独特の
活気が活発な感じがして、やっぱ世の中の女の子でやっぱあの高校生にしてもプリクラ撮ったりとかあのゲームやったりとかしまいにはお化粧を脱ぎたくったりとか、なんか違う意味での元気がないと思うんですね。そういった意味で何かすごくわあすごい。そしてゆかは本当は自分はちょっとあの弱い生き物なのにあのどうしても強く見せようという気持ちが自分のためにもあるし、こう家族や身内のためにもあるっていうか、なんていうんですかね、多分6人はこの縦に長いマダウイを北へと旅することに。5時間ごめん、よし、こうしてアイノリ50カ国目マラウイの旅が幕を開けた。その夜、6人は最初の夕食を取るため町の食堂へ。今夜は男性新メンバーの歓迎会ということもあって久々にビールも解禁。じゃあ乾杯。乾杯。あ、うま。おいしい。ポイントトークンのヒデっぽい。やばいね。なんかあれだよ、肉なんだ。あ、出てきたのはマラウイの主食シマ。材料となるのはトウモロコシの粉。これを熱湯に入れ団子状になるまで20分ほどよくかき混ぜれば出来上がり。茹でた野菜やフライドチキンをおかずに食べるのが一般的。このボリュームで一皿100円だ。手づかみで食べるのがマラウイ流、うん、その味は美味しい。すると、食堂にこだまする異様な音。新メンバーのヒデだ。なんとヒデ、チキンを骨まで食っていた。コリッとしたな。ポテトチップス感覚で食べると意外に違和感ない。腹持ちいいしね、骨って。マラウイ2日目の朝。おはよう。この日、新メンバーヒデがユニフォーム以外の私服を初披露。おー、決めてるやん。それを見た女性メンバーは。入ってるやん。すごい、やっぱ違うね。結構違うだから。雰囲気全然違う。手作りです。マジで？すごい。そこでヒデのファッションチェック。ジーンズは自分で穴を開け、毛糸で加工した一点物。トレードマークのスカーフにシャレたピアスがキラリ。そう、ヒデは本家本元に負けず劣らずのおしゃれさんなのだ。翌日、6人を乗せブランタイヤの市内を走るラブワゴン。すると、お、あ、バスケじゃない、バスケじゃない、バスケットコートを発見。するとバスケットを楽しむ地元の若者たちにメラメラと闘志を燃やすメンバーが。あ、ヒデだ。中学1年からバスケを始めたヒデ、太ってる。高校ではフォワードのエースとしてチームを山梨県大会ベスト4に導いたという。ここは女性陣にいいところを見せる絶好のチャンス。今ヒデがピッチならぬコートに立った。頑張れ。バネやっちゃうな。日本のエスヒデは初っ端からエンジン全開。ボールを奪いそのままドリブルシュート。うまいね。しかし。実はヒデシュートがあまり得意ではなかった。その夜、いやもう本当に死にたいっていう気持ち、生きていても迷惑かけるだけあれかなっていう不意を持って。迎えた翌日、ヒデの姿が朝から見当たらない。死んだのか。するとヒデ清掃で登場。実はこの日は女性新メンバー合流の日。あ、痛い。
や。女性新メンバー発見。東京から来ました中川愛理派19歳です。よろしくお願いします。東京は世田谷在住、女子大生のセリハは明るく清楚な19歳。早速新メンバーセリハを囲んで質問タイム。志望動機みたいなのなんて。すごい好きだった彼氏に振られちゃって、それを克服するために来ました。その時ハートを貫かれたメンバーが、すごい好きだった彼氏に振られちゃって、それを克服するために来ました。ヒデだ。そしてこの直後ヒデに異変が。なんでなんで。どうした。なんですかね。すごく危ないなこいつ。気になる思いを得て、こう自分を変えようっていう、そういう強い心がすごく分かるなっていうか、なんか僕もやっぱすごくもう忘れない失恋を。込み上げてくる感情を抑えきれないヒデ。そして10分後ようやく落ち着いたヒデは、彼女の目は悪意がない、本当に澄み切った目をしています。死の淵からヒデ復活。7人は昼食を取るため町の食堂へ。よろしくお願いします。お願いします。大学生です。学習院で帰ってもどうした家は。家はどんな感じなの。すごい家は厳しい。門限10時マジで。よく来れたな。本物だね。世田谷の裕福な家庭に育ったセリハ。大学は皇族の皆様も通う学習院大学。幼い頃から英才教育を受け、習い事はピアノに乗馬、クラシックバレエと豪華ラインナップ。そうセリハは正真正銘のお嬢様なのだ。そんなセリハの目の前で手づかみでチキンをがっつく庶民のメンバーたち。すると、うまいこれ。あ、フォークとかもらえますかね。お嬢様はナイフとフォークでいただくのがマナー、お上品でございます。おいしい。その時お嬢様に突き刺さる庶民の熱い視線がヒデだ。同じ19歳にして全く正反対の2人、ついに恋する日本代表ヒデが愛という名のピッチに立った。何ヒデよ。その夜、はい、ヒデです。お願いします。恋する日本代表ヒデがスタッフの部屋で取材に応じた。セリアの印象はどうだった。セリアは弱肉強食な日本のなんていうかね、社会の中で自分の意思を出そうとしつつ殻に閉じこもってしまいそうになる、しかしそんな自分を社会に反発して立てつこうとする10代って感じですかね。何だそれ。翌日、恋のピッチに立ったヒデがいきなりセリハにカウンターアタック。ヒデにはどうしても聞いておきたいことがあった。すごい聞きたかったんだけど、声を大にして言うけど、ものすごい今も聞きたいとかすごい高いんだけど、何よりも聞きたいんだけど、失恋、大好きな人がいたって言ってたじゃん。うん、失恋した。その話詳しく聞きたいんだけど。あ、本当に。なんかね、
サークルが同じ男の子で、ね、同じ学年の、うん、大学で出会ったんだけどね。そうそうそう、私がすごい好きで告白して、うん、その時、うん、もう本当にね、自分にも頭欲しいなって、うわ、お腹痛い、ちょっと何言っていいですか、ちょっとお腹痛くて、やめ、いいよ、荷物見て、あ、ごめんね、うん、大丈夫、やべ、すごい音鳴ったよ、うん、腹がマジで痛い、手が止まらん俺に届くんでも、俺に届くんでも、俺に届くんでも、あ、くそ、うん、腹痛い、いつも怒ってる時はダメなんですね、バカだ、面白い。翌日メンバーが到着したのはゾンバ。高原地帯に位置するこの町はいわばマラウイの軽井沢。緑も豊かで過ごしやすい気候が人気の避暑地だ。その夜、7人は夕食を取るため町の食堂へ。すると、安い、全てのメニューが100円以下、これは安い。 OK、 書こう。英語が話せない店員のために注文を書くことに。すると、あれ来た。なんとオーダーする前に出てくる驚きの速さ。さらに、皿の中にはありえないものが。トッピングのサービス付き。この6匹はいる、確実に。貧乏旅行ならではの醍醐味を満喫。翌日、ゾンバの街を走るラブワゴン、その車内、恋する日本代表ヒデが学習院のセリフの隣を補助席で強引にゲスト。すごいね。英語以外なんか小さい子何語でやった？中国語とフランス語。おー、中国語、中国語。するとヒデが、いいよね、中国語ね、すぐ話せる、すごい、いっぱい話せる。え、なに、ごめん、ごめん、聞こえなかったから、適当に、ちょっと、うん、何、ごめん、ちょっと聞く、いや、ちょっと結構喋れる感じなの、結構、中国語を喋れるの。いや、聞いてるんだよ、あ、会話の巧妙今日もシュートは枠の外。その夜、ホテルには机に向かうヒデの姿が。書いていたのはポエム。実はヒデ、いかつい顔に似合わずポエムが趣味だ。久しぶりに出た、うん、不思議なこと、人にはね、大好きな人の声を聞くために耳があるよね。大好きな人の顔を見るために目があるよね。でもどうして大好きな人と話せる口もあるのにうまく喋れないのかな。不思議だね。翌日、ラブワゴンがやってきたのは一面に広がる青々とした畑。紹介されたのは広大な畑の管理をしているというフランシスさんの友人ニコラスさん。そしてこの緑の葉っぱの正体は、トバゴリーフス from this stem。 タバコ、なんだこれ、タバコ、すごい。実はこれタバコの葉、見渡す限り全てがタバコ畑。マラウイの主要産業はタバコなのだ。ニコラスさんの住む村へ招待された7人。ここは山あいの集落デオロゴス村。10世帯ほど、およそ70人がわらぶきの家で質素に暮らしている。メンバーたちはニコラスさんの家を訪問。マラウイではこれでも中流階級だというニコラス家だが、労働賃金の安い庶民の生活はとても苦しいという。その日の夕方、はるばる日本から来てくれた7人のためにニコラスさんが夕食を用意してくれた。それは村人たちはめったに食べることのできない豪華料理。ヤギの炭火焼きにチキンシチュー、そして、お、うわっ、うわ、これ来た、なに、なんだ、来た、It's a flying pieces、 羽あり、俺も絶対上だ。
ブンビは体長およそ5センチもある巨大な羽あり。大きな羽で飛ぶ姿はマラウイではよく見かける光景。小腹の空いた子供たちにとってはおやつ代わりだという。生でも食べられるグンビだが、マラウイの定番は生きたまま鉄板の上で焼き上げるグンビの踊り焼き。香ばしさがたまらない庶民の味だ。あ、大丈夫、美味しい。ちょっと、あ、いっちゃった。大丈夫、大丈夫。あ、煮干し、煮干しなの。あ、美味しい、香ばしい、大丈夫よ、すごい香ばしい。いつしかメンバーの周りには大勢の村人が集まっていた。興味の的は初めて見る日本人、そして自分たちがめったに食べられない豪華料理。しかしヤギの肉独特の生臭さが合わず、一向に食が進まないメンバーたち。そんな中、ヒデからニコラスさんに質問が。幸せに生活するために心がけていることは何ですか？私たちはお金がなくとても貧乏です。だから幸せに暮らすことは難しいです。幸せじゃないと思う。でも幸せって言ってほしいんだよね。お金がなくてもやはりね、幸せですっていうそのセリフを聞きたいですよね。生きがいは何ですか？生きがい、神のご加護とやはりお金ですね。何を聞いてもニコラスさんの口から出るお金という答え、7人は言葉を失っていた。こんな料理ですみません。でもこれが私の精一杯です。いや、もういっぱいです。美味しかった。こんなことはおっしゃらないですか。でも残して。7人は大切な料理をたくさん残してしまっていた。Now, should I take off the boots? もう、満足しましょう。いいですか、食事は。片付けていいですか。Yes. そうだったのか。次々と片付けられていく料理。それは、貧しいながらも精一杯用意してくれた村人たちの気持ち。それを見つめるメンバーたちの心は複雑だった。その夜、ホテルに戻った7人は夕食を残してしまったことを深く反省していた。なんかありがたみみたいのを多分こうなんつうのこう忘れちゃってるっていうか、それが当たり前みたいな。なんかすごいお金がないから全然幸せになれないとか、そういうふうな考え方をしててすごいショック受けました。日本との貧富の差っていうのを感じて、正直なんかかわいそうとか思っちゃったりもしちゃうし、あまりにも日本と違う生活に同情の言葉しか出ないメンバー。すると話し合いは予期せぬ方向へ。口を開いたのはダンサーの純平だった。すぐさ、なんかかわいそうかわいそうに寝てんじゃん。おかしくない？かわいそうってもの20じゃねえ、逆に。その人らその人らで自分ら誇り持ってそうで生活してるじゃん。それを自分らの価値観だけでかわいそうとかっておかしくない？熱いな。俺はそう思う。純平の考えは全く違っていた。じゃあさ、純平はどう思ったの？みんながかわいそうって言ったことを否定はしたけど、自分の意見は言ってないでしょ。かわいそうとは思ってないよ。じゃあどう思った？あ、こういう生活の人もいるんだなって思った。ショックは受けなかった、うん、でも現にさ、うん、お金がなくて幸せじゃないって言ってたじゃん、うん、それを聞いた時にどう思った？あ、そうなんだで終わった。そういう生活なんだと思った。それだけだった、うん、現に今日見たわけじゃん、そういう人を。なんつうの、もうちょっと大切にしたものとかちょっと甘いと思うんだよね、すごい。そう思えなかったのに、じゃあ思えたってよかった、俺が。すげえかわいそうに思ったってよかった、俺が。もう仕込んで何もできないぐらいに思ってよかった。かわいそうに思ってとか言ってるって言ってるわけじゃないじゃん、別に。価値観の違いで激しくぶつかる純平と沼っち。7人を重い空気が包む。すると口を開いたのは、キャラなしタッキー。かわいそう、かわいそうくないっていうので、議論するのは、うん、あんま
まり意味はないかなと思うけど、今自分に与えられてる環境の中でやっぱ精一杯生きること、うん、それがやっぱりなんか一番なんか一番のことなのかなっていうふうに思うんだけどね。冷静な意見で場をまとめるタッキー。すると俺きつく言っちゃったけど、俺すごくかわいそうって思う人もいると思うし、それは俺が否定したのも俺がちょっと悪かったと思う。ごめん、そこはごめんなさい。それは熱くなり言い過ぎたことを素直に純平は謝った。そして最後にこの男が話をまとめた。メンバーに関わる、まあ、日本の若者たちにも言えることなんですけど、やっぱそういう人たち、まあ、僕らもあの発展途上地球人じゃないですか。あのまだ発展途上の状態で、いろいろ得れるものは得れるし、地球 の半永久的なテーマですよね。こうね、いろいろ吸収できてよりいい地球人になれると思いますよね。それとあの僕的なエピソードを言うな。木では学習院のセリハに無残な片思い。一方お互い両思いのキャラなしタッキーと元アイドルのユカだが、突然心は揺れ動いた。ウォームハートオブアフリカ、マラウイの大地を北上するラブワゴン。この日目の前に大きな湖が見えてきた。きれい、アイススケイ。そこはマラウイ湖。面積は日本の四国を優に超え、この国の約4分の1を占める大きさ。世界でもここにしかいない珍しい魚が生息し、その美しさからきらめく星の湖と呼ばれている。そんな美しい湖畔を歩いていると、マラウイ湖で日本人発見。あ、こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。どうも。男性に案内され湖のダイビングショップへ。この店のオーナーはなんとあのナオミ・キャンベルとは一字違いのナオコ・キャンベルさん。惜しい。カナダ人のご主人と4年前からマルウィに移り住み、この店を経営しているナオコさん。そしてこの男性は岡野秀樹さん。バイクで世界一周旅行中、たまたま訪れたマラウィで人々の温かさ優しさに魅せられ、そのままこのマラウィ湖に居ついてしまったという。ダイビングしません？あ、いいっすね。え、それシュノーケル軽いのっていくらぐらいですかね？いいんじゃないですか。知りません。ね、日本人だしね。決めてください。あの必ず返してくれるんでしたらカーで持ってくる。マジですか？マジ？ありがとうございます。ありがとうございます。同じ日本人直子さんのご厚意でシュノーケリングの準備 OK の男性陣。そこへ、おー、何これ、水着に着替え女性メンバー登場。中でも男性メンバー注目の的は、マニアにはたまらないセリハ19歳のういういしい水着姿。ういういしい。そんなセリハにヒデは、セリハの水着で熱くなった男たちは早速湖へ。うわ、気持ちよさそう。そんな中、キャラなしタッキーの隣で楽しそうに過ごすユカの姿が。ボツワナから相乗りした元アイドルのユカ。この旅で出会ったのが塾講師のタッキーだった。軽妙トークで楽しませてくれるタッキーといると、いつも飾らない自分でいられた。そしてユカはタッキーが好き。タッキーの安心感こそユカが求める理想の恋愛だった。しかし言い争いになったあの夜、それも自分らの価値観だけでかわいそうとかっておかしくない？そう思えなかったのに、じゃあ思えたって思った俺がすげえかわいそうに思ったって思ったのね。言い方は良くないけど、そういう風にしか言えない順平を私だけが分かってあげられる、分かってあげたいと思う自分がいる。あの夜以来、ゆかは順平のことを気がつけば目で追ってしまっている。その日の午後、一人誰かを待つゆか。やってきたのはダンサーの順平。ゆかは自分の気持ちを確かめるため順平を呼び出していたのだ。
と。元気ないな。うん、ない今日。どうしたん？悩み中。悩み中な。悩み中っていうか、わかんない。なんだそれ。わかんないんだよ。そんな迷ってんの？迷ってるっていうか、迷ってる、うん、迷ってる。迷ってる。わかんないって感じ。順平は大丈夫？どうなんだろうな、俺。そうじゃない自分がなんかすげえ悔しいんだよね。恋愛、そこまでできてない自分が。その時、ゆかは思い知らされた。順平が今、恋愛していないという事実を。タッキーはずっとなんか、あ、一緒に行って楽しくて会うなみたいなんで、一緒に帰ったら楽しいだろうなみたいな。で、順平はいろんな順平を知っていくうちに気になるし、なんかほっとけないみたいな。はあ、複雑です。うん。安心できるタッキー、刺激的な順平。今、ゆかの心は全く違う二人の男性の間で激しく揺れ動いていた。なるほど。一方、熱い思いを日記にしたためる一人の男がヒデだ。ヒデといえば、ちょ、お腹痛くて。愛しのセリカとの第一戦。大丈夫、やべ。下痢で一発レッドカード。その後も全く会話が噛み合わず、イエローカードの連発。明日はベストコンディションで臨みたい。アフリカの神様、僕に力をください。そう、恋する日本代表ヒデは今セリハとの大一番に臨もうとしていた。絶対に、絶対に負けられない。そこにはありは、テレ朝じゃんこれ。翌日、セリハを呼び出し、前半戦キックオフ。すると、お腹の具合はいかが？これ？あ、そっか、この間、そうだ。ごめんね。マジで。セリハ、いきなりの先制攻撃。まだなっちゃうんじゃないの？そして、試合はヒデが中退した大学の話へと展開。どこ行ってたの？山梨学院大学。あれだ、マラソン中。今年なんかボロボロだったよね。でもそうらしいね。シードなくなっちゃったでしょ。そうだね、なんか推薦。推薦、この言葉がヒデのトラウマを呼び起こすことに。どうしたの？スポーツ推薦ね、頭悪いから。そう、時間落ちちゃって。そう、スポーツ推薦のも策じゃないんだ。スポーツ推薦もね、行くとこなくて監督が道場で推薦してくれたような感じだよ。どうせ同じ19歳でも限りなく子供っぽい自分、常に落ち着いて視野を把握しているセリハ。そしてセリハが、あの、その自由に飛ぶツバメならば、僕は地で這いつくばるウジ虫。ヒデオンゴール。このまま前半戦は終了。そしてピッチをレストランに移し、後半戦がキックオフ。気を取り直し、セリハの隣で攻撃的布陣を取るヒデ。しかし昼食後、そこには力なく肩を落とすヒデの姿。一体後半のピッチ上で何が起こったのか。見せてくれ。その夜、スタッフの部屋を訪れたヒデは今日の試合を静かに振り返った。セリハが今日隣だったんですけれども、その時にダメ出しをいくつか、指摘されて、精神的にちょっと傷を負いました。塩かけてたら、塩かけすぎって結構ちょっと真顔で言われて。かけすぎ。
かんない。まあもう S やな、セリハ S や。やべ、セリハとなりたと思って、絶対これいつもの食べ方したらめちゃ怒るよと思って、今日頑張ってフォークとナイフ使ってご飯食べたんですけど、なかなかうまく使えなくて。かわいいな。それで肉をナイフで切っていたら、骨どうせ食べちゃうんだから切ってもしょうがないじゃんって、ちょっと長かった。どうせ骨まで食べるのできるわけない。向いてるけどな。ちょっとある意味泣きそうになりました。そして明日の試合に向けて秀は、そうですね、明日から気をつけてご飯を食べたいと思います。マラウイを旅する7人が訪れたのは首都ビロングウェ。十数年前まではほとんど誰も住んでいない農村だったが、今は政治経済の中心地。この町が首都になった理由、それは国の真ん中にたまたま位置していたためらしい。そんな大雑把なマラウイの首都を歩いていると、目の前にカラフルな看板が。敷地の中へ入ってみると、そこには大勢の人だかり。すると陽気な若奥様がメンバーに声をかけてきた。そして早速席に通される。辺りを見ると、牛乳パックのような容器に入った飲み物がずらりと並んでいた。実はこれチブクというマラウイ庶民大好物のお酒。小麦粉とトウモロコシを発酵させて作り、1本35円。この場所はチブクバーと呼ばれるマラウイの大衆酒場だった。そのお味は、舌にざらつく独特の苦味が特徴。一方、真っ昼間なのにすっかり出来上がっちゃってる地元の人たち。するとメンバーも巻き込み、ダンスが始まった。ダンスといえばやはりこの男、純平だ。これがアフリカンスピリットに火をつけた。おお、すげえよ。何が違うんだ。始まったのは日本 VS マラウイのダンスバトル。恐るべき身体能力を見せるマラウイ代表、これに対し日本代表純平は片手ダンスで対抗。するとついにマラウイの秘密兵器が登場。どんな大技を見せるのか。こんな運動しいたくても無理。純平の活躍でダンスバトルは大盛り上がり。そんな姿を見つめるのは元アイドルのゆか。目が離せない刺激的な純平に、ゆかの心は日を追うごとに引き寄せられていた。翌日、恋する日本代表ヒデが誘ったのはセリハではなく元アイドルのユカ。すると、ヒデは今試合をせずに観客席から応援してるみたいな、こうサポーターになってしまったアイノリ参加メンバーみたいな。いきなりヒデサポーター宣言。学習院のお嬢様セリハに一目惚れしたヒデ。しかし何度も試合に挑んだもののセリハのハートにシュートは届かず、恋のアスリートヒデは今心技体ともにボロボロになっていた。そこでヒデは他のメンバーを応援する恋愛サポーターになる決心をした。一番気持ちの中で強い人はどんな感じかのことをどんな風に思ってそう。分かんない、全然もう分からない、読めない。違う人がいいのかもしれない。
それは分かんない。イカにはあのなんだろうね、すごくいいとこたくさんあると思います。あのすごくいっぱい笑う子だし、すごく素直な子だし、だからユカの気になってる人は、うん、きっとだからユカのそういうとこがきっと好きだと思うよ。あのありがとう、うん、ありがとう。ああ、どういたしまして。いいなあ、ヒデ。もしかしたらじゃああれなんだよね、ユカもうすぐあれだよね、うん、こうフライトでねするかもしれない。かもしれない、まだ分かんないけどね。だからね、寂しいよね。すると泣いてたの？泣かないで。いや、泣いてないじゃん。それはやっぱ応援したい気持ち 100% だけど、いつもいる人がいなくなったら、うん、寂しいな。寂しいね、うん、寂しい。なんかそう思ったのにちょっと涙がキラリ。ほんまに嬉しかった。本当いいやつすぎ。その夜、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夕食後、ヒデが動いた。あ、ちょっと待って、何どうしたの。皆さんにあのプレゼントがあります。ちょっと待ってくださいね。すごい。実は恋愛サポーターとなったヒデはメンバーのために何かできないかとマラウイ湖で貝を拾っていた。そしてみんなが寝静まってからケイトと自分のジーンズのベルト通しを使ってアクセサリーを作っていた。こうして完成したのがヒデオリジナルの手作りミサンガ。これにはご利益がありまして、はいはい、こう何かしら悩んでる人は恋という素晴らしい幸せが近づきます。ヒデの恋愛祈願ミサンガにメンバーたちも可愛い、嬉しい。ヒデの心遣いにユカも感激。翌日、部屋で考え込む元アイドルのユカ。ユカが今気になる人、それは純平。帰国後のことを思い描けるのはタッキー。二人の間で自分の気持ちがどちらに向いているか分からなくなっていた。本当、今の状態の自分が嫌、はっきりしろって感じ。一方、ユカを思うキャラなし普通人タッキーは違ってるみたいにこうくるくる回ったりとかできない。純平のようにくるくる回ることもできず、ただ恨めしそうに見つめるタッキー。すると突然タッキーが子供たちを一列に並べ始めた。一体何をするつもりなのか。そして突然組手を始めたタッキー。そう、これこそが極真空手の奥義。100人組手。子供相手とはいえ真剣なタッキー。そこにはある決意があった。羨ましいですね、純平とか見てると。これだけは絶対負けないぞっていうのが一つでもあれば、それだけでも本当にアピールになるんだなっていう。平凡な自分にコンプレックスを持つタッキーにとって100人組手の達成が自分への勲章だった。そしてついにタッキー、伝説の100人組手達成。初めての勲章を手に入れたタッキーが向かった先はラブワゴン。告白をするんでチケットください。もし寄り添うことができたら寄り添い続けていたい。歌でユカに告白。俺の中で一番
かが好き。そしてゆかの出した答えは、傷ついてもいいから人を好きになりたいってすごい思って、タッキーのことをそういう風に思えなかった。そっか、だからタッキーとは一緒に帰れない。ゆかはチケットを返した。順平に強く惹かれている自分に気づいたのだ。翌日、恋愛サポーターヒデがゆかを呼び出した。まあ、僕のあのなんていうんですかね、野生的直感と言いましょうか、あの最近になってあのまた芽生えたあの野生の感というか、それがあのゆかがあのおそらくも近いうち告白するだろうなっていう、うん、あのそういう予想というかあの、うん、ふうに思いまして、うん、大好きな人により大好きな気持ちを、うん、あのまあよりこう伝えられる、まあ、ドラえもんの道具的なあのそんなものをあのちょっと作ってきたんですけども、あのこれは詩が書いてありました。あのね、え、ヒデが書いたの？あ、そうです、僕がとても、あの、あ、そうですね、そう、これをね読んだ方がいいのかしら、うん、読んだ。あ、そうじゃん、いや、おかしい。あの、あ、じゃあこれを読んだよ。あの国はね、あの時はね、駐車場が重くてね、ロールが怖かったの。でもね、今はね、すごく大きな翼が見えるの。きっと長く飲めるよ。はい、ありがとう。あのマジでほんまにありがとう。高くね、本当に飛んでいただけるの。ありがとう。それで頑張って。ありがとう、マジ。本当に祈ってます。本当にありがとう。頑張ってください。本当に応援します。頑張って。実に難解なエールを送り、ヒデは華麗に去っていった。一人残されたユカは、ヒデにもらったポエムを見つめていた。あの鳥はね、翼が重くてね、飛ぶのが怖かった。でもね、今はね、すごく大きな翼が見えるの。きっと高く飛べるよ。あら、そしてこのヒデのメッセージがユカへの思わぬキラーパスとなることに。傷ついてもいいから、振られてもいいから伝えたい。ユカは純平が好き。早いね。えらいパスやな。Hello, how are you? はい、告白したい人がいるのでチケットをください。告白を決意したらドライバーからチケットを受け取り、思いを告げるのが相乗りの掟。チケット、いや、もう信用はデビスト。 Thank you very much. Thank you. 順平への強い思いを胸にチケットを受け取った元アイドルのユカ。しかしユカは別の場所に向かった。え、いいね、ここ眺めがいいね。そこにはパチンコ屋のヌマッチが。同じ日に相乗りしたユカとヌマッチ、育ちも性格も正反対だった二人はこの旅を通し今では何でも相談できる親友になっていた。そう、今日はね、報告をしたくてヌマッチにちゃんと、うん、ユカもねちゃんと好きな人ができた。おう、あの自分が好きだなっていうってこと、うん、マジで推しとかできた。おめでとう。言えないからさ、なんか、うん、いいね、頑張るよ。楽しい今
どんな感じ？両方だね。楽しいけど不安もある、すごい、うん、あのマッチとはさ、ほんと何でもさ、うん、話してきたから、うん、もうそのまま何も言わずにね、うん、だからもし私が告白とかするんだったら、うん、何も言わずにね、マッチにさ、うん、っていうのは嫌だったから、うん、その言葉でヌマッチは全てを察した。そして大丈夫ヌマッチ、ユカはいなくなった。大丈夫だって。いいってことは分かってんだけど。だから先に行きたい。自分が。するとゆかが。あのね、お祭りね、プレゼントがあって。これとこれとこれ。ちょマジやだ。あげる、ありがとう。それはユカの命の次に大事なメイク道具だった。命の次か、使い方分かんねえし。どうすんのこれ。これはアイシャドウで目の上に塗るのね。これがアイラインみたいになるから、うん、これをなんかこの目の際に塗って、うん、でこれちょっとぼやかすみたいな感じね、うんうん、これ三色で。だから聞けば分かるから。ん？だから聞けば分かる。分かる分かる。マッチは本当ね、自分に自信を持ってね、でたまに化粧もしてみて。そうだよ、うん、そうんうんうん、ありがとう、頑張って、うん、話せてよかったよ、うん、頑張って、ゆくブラジャー見えて。親友のマッチにエールを送り、ゆかは去っていった。マラウイの大自然を夕日が照らす。ユカは岩山に不釣り合いなワンピース姿で順平を待つ。しかしその見た目とは裏腹に、ユカは緊張で押しつぶされそうになっていた。実はユカ、自分から告白するのは生まれて初めてのこと。そしてユカの告白は相乗り史上記録的なものとなる。その時、純平が姿を現した。どうぞ。ブルーとブルーであった。ああ、近いよね。何してた。寝てたね。寝てた。めちゃめちゃ寝てた。すげえ感じあるのな、うん、頭がぼーっとしてる。ぼーっとしてる。かなり寝起きっす。もう寝ていけよなみたいな。うん、あ、ね、ありますよね。うん。だが緊張のあまり、ゆかの口からは言葉が全く出てこない。うん。うん。そして。うん、好きです。うわ、ん、っ、うん、本当に、はい、うん、うわ、なんかいいよ、いい感じか、カップルじゃん。一緒に帰りたい。もういいよ。明日待ってるね。こうして相乗り史上最短の告白を。あ、そういうことね。純平は突然の告白に戸惑いを隠せなかった。その夜、スタッフはゆかの部屋を訪れた。短かったよ。最悪ですよね。ちゃんと伝わってます、あれ。
回行けよ、もう一回もう一回やりたい、あ、うん、え、あ無理だ誰か最低なやつだ、純平の気持ちを動かす、うん、と言った方がいいはずだ、頑張ります、うん、照れちゃってあんま話せなくて、ちゃんと伝わってないかもしれない、もう自分が嫌、ゆかの心をかき乱す後悔の念、純平と話せるのはもう明日だけ、そしてゆかはこの時ある壮絶な決意を固めていたんだ。運命の朝、ゆかの心を表すような曇り空のもと、純平が来るのを一人待つゆか、ラブワゴンからは仲間たちがゆかの恋の結末を見守る。そんな中、特別な思いでゆかを見つめるのは、生まれて初めて自分で化粧をした沼っちだった。親友ゆかの旅の終わりを綺麗な自分で見届けたい。しかし、この化粧してる時泣くとどうすればいい、拭けない。そして一方のゆかも悲壮な決意で純平を待っていた。19歳の時、アイドルグループの一員としてメジャーデビューを果たしたゆか、それは華やかな衣装やメイクで人々に笑顔を振りまく日々だった。でもいつも言われてたのは、もっと自分自分って行かなきゃいけないって言われたし、人を蹴落としてまでみたいなやれって言われたし、痩せてなきゃいけない、可愛くなきゃいけない、強くなきゃいけない、そんな飾られた虚構の世界の中で、ゆかはメイクをすることで必死に自分自身を保つようになっていった。弱い部分ってあるじゃないですか、やっぱり。でもそういうの見られたくないって。メイクで弱い自分を隠し、いつしかゆかは心に厚い壁を作ってしまっていた。そしてこの日、ゆかの出した答え、それは飾らない素顔のままで純平に思いを告げることだった。眉毛ぐらい描いてもいいのに。その時、純平がやってきた。告白が OK ならキスして帰国、ノーならチケットを返す。おはよう、寝れた？もう寝て。昨日はなんかもう照れちゃって、全然伝えられなくて。もう辛くて。すごい、もうすごいね。かわいい。だから今日もちゃんと言おうと思うから、もう一回チャンスをください。昨日はちゃんと言えなかったから、本当に素直になりたいって思って、化粧とかもしてこなかった。純平はすごいね、優しくて、すごい目がすごい優しくて、目とか会った時にいつも笑いかけてくれて、
すごいそれだけで本当に嬉しくて本当に幸せだった。ゆかは自分に本音とかぶつけたりするのがすごい怖くて、傷つくのがすごい怖くて、だからいつも何があっても大丈夫なふりしてて、そうやって自分の気持ちをコントロールしようとしてたのね。だけど純平に出会って、どんどん純平のこと好きになって抑えられなくて、気持ちを伝えたいって思った。一緒に本当は帰りたいんだけど、帰りたいって言って帰れなかったらすごい辛いから言いたくないって初め思ってた。でも本当はすごい一緒に帰りたいし、日本に帰って純平と一緒にいたいし、純平が悩んでる時とかもゆかがそばにいたいし、ゆかが悩んでる時も純平にそばにいてほしいって思うし、一緒に帰りたい。聞いてくれてありがとう。ありがとう。精一杯偽りない純平への思いを伝えたゆか、果たして純平の出す答えとは。初め俺ナミビアで旅参加して、でその俺の恋愛の枠の中にゆかの名前は初めなかったんだ。やっぱ外見で見ちゃって、なんか女の子女の子って感じで、なんか俺の中でこうやっぱ引いちゃった部分があったりして、だけど旅ずっとしていくうちにいろいろいい部分っていうか、なんか女の子としての可愛さだけじゃなくて人間としての可愛さとか強さとかいっぱいいいもん見れて、でもやっぱまだ帰れない。自分の中で人を本当に好きになるっていうのがまだ掴めてなくて、あいつがまだ見えてこなくて、でその答えが出るまでもう少しだけラブワゴン乗ってようかなって思って。ありがとう。ありがとう。うん、マジで。マジでやな。すげえ。ゆかを残し、純平はラブワゴンへ。うわ、すげえ。別れの時、なんかなんて言っていいか分かんない。化粧してるの。初めてやったんだよ。すごいじゃない。もう自分でできる。ありがとう。本当にありがとう。頑張った。頑張ってね。頑張るね。会えてよかったです。ありがとう。ありがとう。
先輩ありがとう。ありがとうね。好きになれてよかった。ありがとう。別れを告げるユカ。そのすっぴんの笑顔は輝いていた。ありがとう。ありがとう。うやばい。バイバイ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。またな。気をつけて帰れ。またな。本当ありがとうな。ありがとう。ユカを残し、ラブワゴンは再び旅に出た。ユカが俺を思ってくれたように、俺もいつかきっとそう思える人を見つけて日本へ帰ります。こうして元アイドルユカの旅は終わった。後悔はない？ないです。純平の返事、分かってたんだけど、一緒に帰りたいって言いたかったから言えてよかった。不細工だけど本当の自分自身を取り戻し、元アイドルユカの旅は幕を閉じた。飾らない最高の笑顔を残して。ユカがいなくなり5人になったラブワゴン。そして5人がやってきた次なる国が、タンザニア。日本の 2.5 倍の国土に3500万人が暮らす東アフリカを代表する国。内乱や紛争に見舞われることなく過ごしてきたこの国の人々はとってもおおらか。アフリカ大陸最高峰キリマンジャロをはじめとする豊かな自然に恵まれたこの国は人類発祥の地としても知られている。そんなタンザニアを歩き始めた5人、すると、あー、いる、おー、ドライバーさんよ、ラブワゴン発見。タンザニアのドライバーはオキャさん。生まれてこの方しりとりで負け知らず。早速ラブワゴンに乗り込む5人。そしてこのタンザニアの地でパチンコや沼っちに恋の女神が舞い降りることになる。いいじゃん、新メンバー、新メンバー、おお。そう、この日は新メンバーが合流する日。走ること10分。あ、いた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 、男性新メンバー発見。やだ、早いよ。大阪やっていきましょう。市川正明です。イッチーって呼んでください。よろしくお願いします。大阪出身のイッチーは関西学院大学文学部心理学科を卒業後、福祉の国家試験を目指し勉強している。関西人にしては珍しい爽やか系の25歳。すごくないな。そんなイッチーを乗せ6人になったラブワゴン、残るは女性新メンバー。そんな中、見てこの姿勢を。そして走ること10分。怖いわ。あれ女性新メンバー発見。バザーと、茨城から来ました、柳田香子25歳。Ainori では何でも素直に話せる素敵な人を見つけに来ました。26歳の香子は現在のメンバーで最年長。テーマパークの広報担当として働く笑顔が素敵なお姉様。実家です。そんな新メンバーの香子を前に、日本代表のヒデは、デザート。カヨンさんは何、すごい大人的な趣があって、かわいい、うん、かわいいですよね。美人ですよね。恋する日本代表のヒデ、学習院のセリハからお姉様のカヨに電撃移籍か。旅の資金は1人1日1500円。
これはこの国で貧乏旅行をするギリギリの額。7人はここタンザニア南部の国境から一路北を目指すことに。うまい、うまい。こうして7人揃った相乗りの旅が始まった。翌日7人を乗せタンザニアの大地を走り始めたラブワゴン。すると、あ、なんかいない、おー、すげー、あ、ジラフだ。これも自然豊かなタンザニアでは日常の光景。キリンばっかり、すげえな。実はタンザニアはアフリカ全体のなんと4分の1の動物が集中する世界一の動物王国。そこで、なんとタンザニアのラブワゴンはサファリ仕様。すげえ、いい経験してるよね。あんな先まで見えるわ。これテレビで見るアフリカだね。うん、テレビで見るアフリカだ。いいなぁ。木の横のにゃい。そうだね。すげえなぁ。何やったの？近いの。なんか頭出てない？え、嘘だ、嘘だ。あれはカバやろ。おぉ、すげぇ。世界一の動物王国を満喫する7人。そしてヒデは、何してんの？バッファロー。サファリを抜けたラブワゴン、再び町へやってきた。7人は立ち寄った公園で休憩を取ることに。すると2人きりになるメンバーが、新メンバーのお姉様カヨと、もう1人は、あれ、誰だっけ。名古屋から来ました、松村優也です。24歳。あ、そうそう、ゆうくん、ゆうくん。学童保育の指導員をしている相乗り史上最高のシャイボーイだ。あまりにもシャイなので、これまでほとんど放送に登場しなかった。よろしくお願いします。はい、そうですね。かわいい。あ、ほんと人見知りするんですよね、最初僕。ヒデとかぶってるやつ。ヒデっぽい。慣れた。ほんとだ。実に心細いユウくんのトーク、なんとか話題を見つけねば。え、何かスポーツとかやって。スポーツは中学校、高校とバレーボール。バレーボール、あー、すげえ。バレーボール僕もやってたんですけど、うん、なんかなんで敬語なの。あ、やったんけど、ボールを組み立ててる時に、バレーのネットの、なんかそれがガシャーンと落ちてきて、そこに穴んとこ、で、怪我してっていう、なんかちょっと話がありつつ、うん、そう、だからバレー、それ以来あんまりやってない。バレー好きなの、楽しい。はい、そんな感じです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。分かれ言ってる、かわいい。そしてフリーになったカヨ。すると、あっちあの辺、恋する日本代表ヒデがカヨのスペースに飛び込んだ。あの、まあ、とても、みんな一緒やって言うならば、一緒やな。こいつもこいつも、カヨ引いてもんじゃんか。どうすか。ゴリシャよね。一緒だ、本当だ。遠くから見た瞬間に、あ、この子は目が大きめな子だなっていうのが分かった。いや、おもろい。すごい勢いで走っていったよね。ちょっとびっくりした。その日の深夜。絶対いいよね、夜。俺この時間絶対寝てるよ、もう普段。だって俺、あ、ラブワゴンの中で盛り上がっていたのは、パチンコ屋の沼っちと学童保育のゆうくん。いや、なんかラブワゴンで酒を飲むのは普通ないよね。ないよね。酒飲んでんの？こっそり持ち出したお酒で2人飲み会。めっちゃなんかお酒飲んだら肌ツルツルじゃない？なんか結婚とかいいのかね。あ、それかも。ゆうくん、沼っちは緊張せんの？ゆうくん絶対飲んでない。うん、ただ結構最初の国って自分のことで精一杯で、それはもう1カ国目で卒業して、2カ国目はなんか頼もしいじゃないですけど、なんか頑張ってるぞみたいなところを見せたいですけど。新たな国で決意を語ったゆうくん。でもゆうくん喋るようになったよね。翌日、
ドライバーウキャさんの案内でとある小学校へとやってきた7人。そしてこの学校で史上最高のシャイボーイユウくんが意外な一面を見せることになる。 Hello! To meet you! 校長のムエラ先生は大の親日家。へぇ、日本からの珍しい訪問客を喜ぶ子供たち。そんな中、突然一人の少女がユウくんとヌマッチに写真を見せた。おお、ジャパニーズ。そこに写っていたのは日本人の男性。なんで？この少女の名前はホトナッタちゃん。実は彼女、幼い頃に母親が強盗に殺され父親とも死別したという悲しい過去を持っていた。この日本人男性は一体誰なのか。This is Fortunata. Parents from Japan. 日本のお父さん。写真に写っていた日本人は中野和美さん。フォトナッタちゃんの里親となって経済的な支援をしているのだ。日本から遠く離れたタンザニア、わずかな写真と手紙だけが親子を結ぶ絆だ。 I'm writing letter with looking at フォトナッタちゃんのためにユウくんが日本語の手紙を英語に翻訳する。Are you enjoy at school? What kind of friends do you have? Please tell me about Tanzania. Your father, Kazumi Nakano.子供たちの里親、そんな日本人がいることが嬉しかった。僕も何か子供たちの力になりたかった。翌日、再び昨日の学校を訪れた7人。そしてハムジャンボ、ハワニ、ナフィキヤング、ブータロー。ユウくんが喋り始めたのはスワヒリ語。実はユウくん、子供たちのためにスワヒリ語の紙芝居を作っていたのだ。このパペットは学童保育で使っていたもの。子供たちと触れ合う機会があればと日本から持ってきた。必死にスワヒリ語を練習。そしてブータロー、アリクーア、アナムペンダ、サーナ、ゾーコ、ワ、キジジ、アリミオンバ、サマハニ、メレタシ、メレタシ。紙芝居は大成功。子供たちの笑顔にユウくんもちょっぴり感動。その日の放課後、里親を持つ子供たちに日本語を教えるユウくん。 What do you want to write a letter? 一生懸命子供と向き合うユウくん。そしてそんなユウくんの姿に来た。ヌマッチはユウくんが一日でなんかちょっと違う人のように見えて、おどおどしてないっていうか、そういうイメージなんですよ、夏の中で。そのすごくゆうくん喋んなくてとかって、なんか今日堂々としてるっていうか、頼れるなと。すごい優しくて俺ゆうくんやっぱり男なんだなっていう。ヌマッチの恋がついに始まろうとしていた。7人を乗せタンザニアの大地を一路北上するラブワゴン。メンバーたちがやってきたのは、なんだこの入り口、動物の頭が、ここは三組国立公園。そして危険な動物でいっぱいのサファリのど真ん中にはなんとキャンプ場も。大丈夫な、クマの頭が何、キリン、またキリン、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 キリン。そして野生動物たちが見守る中、テントを張る。そしていよいよサファリの夜がやってきた。ライオンなどによる犠牲者が毎年出るという野生動物の王国タンザニア。特に夜は夜行性の猛獣が闇を支配する世界。この地で無事に一夜を乗り切る方法はただ一つ、決して火を絶やさないこと。ねえねえ、薪平気？一晩持つ量ある？ゾウの鳴き声だよね。怖
まあ、そうだよね。そこでじゃんけんで負けたメンバーが朝まで火の番をすることに。そして負けたのはダンサーの純平と学習院のセリハ。二人の命がけの夜が始まった。うわーこれ緊張。命預かってるようなもんですもんね。沈黙だな俺ら。いやどこから襲ってくるか分かんないからさ、食われるのは嫌だよ。食われるのは嫌だと言っていたセリハ。そして翌朝、うん、キャンプ場をカメラが訪れてみると、まさか。なわけはないか。恐怖の夜を乗り切った7人を乗せ走り始めたラブワゴン。今日の朝ごはんは車内食。するとパン食べる？あ、ソーセージもあるよ。26歳のカヨは気づけば仲間たちの世話焼き役。なかなかの気配りお姉様だ。いいですね。ラブワゴンを降り休憩を取る7人。そんな中、恋する日本代表ヒデが思いを寄せるカヨに気になっていたことを聞いてみた。なんていうの、俺は思ったことは本当にこの分かった、どうしよう、なんだよ。するとヒデは、え、家族何人構成？お父さんでしょ、お母さん小さい時に死んじゃって、そうなの、小学校2年の時に死んじゃったのね。で、お兄ちゃんでしょ、お姉ちゃん4人。そうなんだ、だからね、うちは家族仲いいよ。平気で腕組んで歩くし、お父さんと。いいね。あ、いいね、それで、家族が好きだね、好きなんだね、あ、いいね。あ、それ最近の若者は、では自分じゃなく。そしてこの日、ヒデは本当に心の優しい子なんじゃないかなっていう。26でも本当初めての冒険というか、何か行けるところまで行ってみたいって。僕のハートに火がついた。セリハからカヨに電撃移籍した日本代表ヒデ。新天地で新たな戦いが始まろうとしていた。タンザニア中央高原を走り続けるラブワゴン。車内ではヌマッチが思いを寄せるユウくんの隣に。しかし、いつもはバーって喋ってるの。あら、緊張した。あら、こう私が緊張して、女になってるな、恋する女。なんか会話も全然なくて、ユウくんのことが気になり始めて以来、急にうまく話せなくなってしまった。あら、かわいいな、これ。道の途中、7人はラブワゴンの席替え。すると悩める沼っちのスペースにヒデが飛び込んだ。そこで沼っち、ヒデにそれとなく相談してみること。いいんじゃないかな、そこの人の理想みたいな。だとちょっと自分はちょっと離れてるから、そういうのを考えて全然ダメになる、喋れない。そんな沼っちに恋の司令塔ヒデが必勝の戦術を伝授。一つだけ嘘っていうのはね、一回きりなら、一日一回きりなら許される時があるんだよ。マジに必要なもの、絶対自信がなきゃ絶対ダメだよ。じゃあ私は綺麗と10回言ってください。いいから、誰も聞いてない、俺だけしか聞いてない。私は綺麗、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 私は綺麗。誰が綺麗？私は綺麗。ラブワゴンがその日やってきたのはインド洋に面した港町ダルエスサラーム。人口250万人。30年前まで首都だったタンザニアで一番大きいこの町は海運業で発展した商業都市だ。すごい都会的だね。都会だね。大自然の中で過ごしてきた7人にとって久しぶりの都会。そこで早速町の一角にある広場へと繰り出した。1人3000円くらいでいい？
金庫番の順平から一人300円のお小遣いが配られる。その時、沼っちアイス行こうぜ。お、なんとゆうくんが沼っちを誘った。すると、よかった、アイス行こう。めちゃめちゃ嬉しいですよこれ。沼っちがシャイボーイゆうくんに誘われたのはもちろん初めて。二人が向かったのはアイスクリーム屋さん。ティラミスじゃない、ティラミスとなんケーキ、あるのケーキで。あー、そしてお金を節約しようと注文したのは2人で1個のアイスクリーム。こんなんすごいじゃん。やったことがないんですよ、私そういうの。でもどういうこと、ちょっと夢見てて。思いを寄せる人と1つのアイスクリームをかじり合うのはぬまっちにとって人生で初めての体験。え、ちゃんと食べ合うの。スプーン使わず。わ、あ、うまい。あ、そうどこ、あの、スプーンとかないのかも。いいよ、かじ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 よ、かじろ。いやー、いいね。恋人食いだ。もうこれはこれですごいな。どうですか。いや、おいしい。ちょっとうまくいってほしいね。どう、いいね、なんかアイスクリーム。ゆるみっぱなしの沼っち。そして古い友達に頭が鳥の巣みたいなやつがいて一回ね、オートバイで人引いたことあるんだ。あのね、いやいや、どこかで電気に流してるんことを願う笑いが止まらないっていうか、あまりにも想像してないことが、出来事が起きたもんで。でもなんか、そんな笑ってたらおかしいじゃないですか。あ、どうしたのみたいな感じで、なんかすごいバカに見られる。だからすっごいもう影の方、ちょっとゆうくんがこっちにいたら自分はこっち側見て、ちょっと笑ってちょっとこらえて、あ、じゃあ食べようかみたいな感じでやってて、あらら、かわいいな。笑いこらえるのがすごい大変で、すごいな。楽しく、もう嬉しくて。インド洋に面した海辺の町、ダルエスサラームで過ごす7人。おお、あ、めっちゃすげえ。海が見える。赤道にほど近いアフリカの美しい海は7人にとってお金のかからない最高の贅沢。早速水着に着替える。え、そんな、こんなとこで全員生着替えの。おお、うわ。お姉さまのカヨは身長168センチのスレンダーなボディ。学習院のセリハ、今日は開放的な大胆水着。そしてヌマッチはいつものやつ。しかしその時、できた、やべ、やばい、スコールだ。ということで水着でビリヤード大会。水着でビリヤードって。セリカはこれが初体験。すげえなー、セクシーコールだな。あいちや、あかんの。だってなんか悩ましいポーズでもどうぞするから。いや、嘘です、普通にやってください。続いてカヨ、こちらの大人の魅力。まっすぐ、一番若いと飾ってやっちゃうから。そんなカヨをぴったりマンツーマンマークするのはヒデ。そして帰りのラブワゴン、その車内でもマンツーマン。すると、カヨから思いがけない提案が。えらい言ってね。お三方なんか作ろうかなと思ったんだけど、ヒデ作るのあれだって言ってたから、一緒に作るの手伝ってもらおうかな。あ、いいね。7人分のミサンガを内緒で作るという2人だけの秘密。なんとカヨから絶妙なスルーパス。早速材料集めにかこつけて、カヨと二人きりに。何が必要か。カーヒンこんぐらいのがね、こんぐらいと、ガラス玉のビーズと、あ、いいじゃない。あ、こういうの。目見ていいって言ってごらん。え、これかわいいんだけど。イメージした。実用性を。材料集めをすっかり忘れ、カヨとのショッピングを満喫。おー、グランマー。いや、そういうことじゃないんだよ、おじさんはね。その頃、この日もゆうくんと二人きりで過ごすのが、いい感じや。インド洋に静かに沈む夕日が二人のシルエットを優しく染める。するとゆうくんは、マッチョは、うん、
すごい、自分で思ってるより、そんな思ってるほど、かっこ悪くないし、全然かっこ悪い、なんか違うわ、なんか見えないんですけど、僕が見て、結構かっこいいところとか、なんかいいところとか、すごい、見つけやすいっていうか、ちょっといいじゃないですか、感動感動、本当に話して一番楽しいのが、もうほら来た、いいじゃないの、チューしちゃえ、いやちょっと、そして沼っちは、神様お願いします、手を貸して、本気で好きと言える人見つけたから、うわこれは辛すぎくる。翌日ダルエスサラームから再び北上を開始したラブワゴン、立ち寄った村で7人は休憩を取ることに。すると、ゆっくり行こう、セリハがユウくんを誘い出した。ヌマッチは思いを寄せるユウくんが立ち去っていくのをただ見ているしかない。さらにヒデの目の前で、爽やか関西人のイッチーがカヨを誘った。カヨちゃんモテモテやな。呆然とするヒデとヌマッチ、あの辺行ってみようぜ。仕方なく二人で行動することに。仕方なく。すると、何やってんだうちら。嘘。今どこに行ったんだろう。まさか告白。嘘だ。なんちゃって。バカ。ヌマッチはワイ君でしょ。ちょっと待って。ヒデはいるの。まあ誰とでも言えないね。カヨってさ、一応言って、いやそういうのさ、じゃ人だったらなんだろう。ケイちゃん。ケイって言ったという。その時。痛い。早く。イッチーとカヨを発見。おかしいよこれ。めちゃめちゃそんなカップじゃねえ。楽しそう。あの笑顔見たことない。二人のだけの世界に入ってしまったんだ。思いを寄せるカヨの楽しそうな姿を見て、すっかり落ち込むヒデ。僕はダメだよ。ダメっていうのは上がるだけじゃないから、上がって下がって上がって下がって上がって下がってって繰り返して、やるやつだから、また上がるから、ヒデも行かなきゃダメだよ。元戻ってるやん。落ち込むヒデを懸命に励ますヌマッチ。実はなんか人にいろいろ言ってるけど、まあ、自分に言い聞かせてるところも結構あって、やっぱカップルだって日本に帰りたいっていうのもありますよね。その頃ユウくんはセリハに本心を語ろうとしていた。何どう最近は。沼津とよく話す、よく話すっていうか、話す機会が多くて、で、まあ誘ってみたりもしてたし、そんな感じだよね。よし、いいぞ、すいません。まあ楽しいし、一緒にいて楽しいっていうのがまず一番大事だよね。沼津が一応一番人見知りしなくて喋れるのね。でもそれっていうのはちょっと、なんかちょっと違うやろって思って、なんか誤解を持たせるのもあれやし、どうしようかなって思ってて、やべえ難しいよね。そして多分、俺は沼地とは恋愛できないんだ。それが沼っちとこの旅を過ごしてきたユウくんの居座らざる心境だった。翌日、ドライバーのウキャさんが案内してくれたのは友人のタブさんご一家。バラバラ
このお宅18人兄弟を中心とした総計48人の特大大家族。一夫多妻制の国タンザニアではこの人数は珍しくない。そしてこの大家族との出会いが思いもよらぬ恋の一大ドラマを巻き起こすことになる。ご一家の団らんに参加する7人。すると地元の女性たちがスティックの形をした妙なものをかじり始めた。女性限定のデザートだという。和菓子みたいな。そう、実はこれ土 100% のデザート。ミネラルが豊富に含まれたタンザニア特有の赤土は妊婦の栄養補給に、そして若い女性のお肌のケアに効果的で、タンザニアで人気ナンバーワン。土のデザートは1本2円。なんかね、砂場でこけて口の中が砂でいっぱいになったみたいな。そんな中、なんでこれ開けたのって。タンザニアでは男の人は開けない。そうなんだ。彼はオカマです。地元ギャル大興奮。こう見えてもヒデ、アフリカの女の子にはウケがいい。サムナミやんか。翌日村でくつろぐ7人。するとダンスやっぱり。ご一家の人たちが踊っているのはタンザニアの伝統的な民族舞踊。タンザニアに暮らす人々にとって音楽とダンスはまさに日常生活の一部。そして明日は村祭りの日。そこで7人もダンスでお祭りに参加することに。早速練習開始。腰がすごくない？ちょっと待って、なんでそんなに動くの？ダンスの見せ場は男女ペアで踊るパート。7人のメンバーだけだと男性が1人余るので地元の女の子が加わる方に。名乗り出てくれたのは18歳のペンダちゃん、18人兄弟の9番目。昨日ヒデの隣に座っていた子だ。ペンダちゃんの激しい踊りを前にヒデもノリノリ。その日の午後、ご一家に混ざって和むヒデ。その近くに座っていたのは一緒に踊ってくれたペンダちゃん。ヒデの様子が気になるらしい。目を合わせないのはなぜだ。そういえば昨日からヒデのそばにはいつも彼女が。ありゃ、まさか。ということで AD が雑談がてらちょっと聞いてみることに。あのヒデについてどう思うかって聞いてみて。同じヒデ。ゾリかっこいい。好きな人はヒデです。え、本当好きなの？何ペンだ？何ペンだ？好き。かわいい。なんとペンドちゃん、あのヒデに一目惚れ。かわいい。調子に乗った AD は、付き合うっていう風になったら本当に付き合いますか？かま、あなたがクワナンペンズワーコ。役割。はい、付き合います。女の子になった。本当に好きなんだね。ナットボアパーク、あの髪とピアスもいい。タンザニアの貧しい田舎の村に住むペンドちゃんにとって日本は豊かで華やかな憧れの国。その日本から突然やってきたヒデは、アフリカの女性好みのマスク、そしてファッション、まさに理想の男。ペンドちゃんかなり本気。 AD からの報告を受けたディレクターも面白そうなので本腰を上げることに。まずご挨拶をちゃんとさせてください。私、日本のフジテレビの和田と申します。ヒデと一緒に、日本に帰りたいと聞いたんですが、それその気持ちは本当でしょうか？分かってくる一本嫌な日で。でいいよ、ほんとです。マジのマジだもん。じゃあやる気満々ということです。すごい。うん、ちなみにですね、過去3回地元の方と、告白がありまして、1勝2敗ぐらいなんで、ぜひぜひ頑張ってください。あ、そうか。ということでスタッフはペンドちゃんの恋を応援することに。18人兄弟の9番目ペンドちゃんは優しくてたくましい男性がタイプ。特技はダンスという乙女盛りの18歳。その日の夕方、いいで。ペンドちゃんがヒデを呼び出した。いや、ナムチュンバ。
婚約者はいるんですか？初約の人いないよ。ハナ、ベントは好きな食べ物は何なんだい？この辺のヒデのお菓子の喋り方もわからんでしょうね。みんなペンダワリ、ご飯が好きです。僕もご飯が好きだよ。すると、うん、ああ、ペンドちゃんが取り出したのは手作りのお弁当。ああ、これはセネネと呼ばれるバッタの炒め物。あまりの美味しさに男性が虜になるため、タンザニアではバレンタインチョコよりも大切な女性から男性へのプレゼントとされている。おいおい、つまり僕のこと好きとかそういう可能性ある？あ、マジっすか、うん、あ、マジっすか。すると、なんかそれ全部食べるのが礼儀というもので、食べないとすごく失礼な意味になっちゃうから。本当に？もう偉い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 な偉いなどんな味わうんだろう。こう見えて人一倍純粋なヒデ、思わぬ海外からの熱烈なオファーにヒデは動揺を隠しきれなかった。翌日、祭りの時がやってきた。集まったギャラリーは300人以上。村人たちによって伝統的なタンザニアの民族舞踊が次々と披露される。次はいよいよ7人プラスペンドちゃんの出番。ペンド頑張りましょう。そしてついに始まった。集まった村人たちのために精一杯のステージを披露する日本の若者たち。お客さんも大盛り上がり。ヒデに一目惚れしたペンドちゃん、そんなペンドちゃんの気持ちを知りながら共にステージに挑むヒデ。二人の情熱的なコンビネーションにギャラリー大喜び。二人の距離は確実に近づいていた。翌日、今日もヒデの隣にはペンドちゃん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。どんなにも美味しい。おお。グッジョブ。オッケー。寄り添うように過ごす二人。ここまで美味しい。その夜、スタッフは一応念のためヒデに取材を申し込んだ。すると、彼女の笑顔にすごく元気をもらって、何より、僕にすごく優しくしてくれて、僕のことをそんな風に言ってくれる人いなかったですし、全然僕より大人っぽくて頭も良くて、ただ日本人じゃないというだけで、中身は僕のまさにタイプの子ですね。マジで？ペンドちゃんのまっすぐな気持ち、それは様々なコンプレックスを抱えこの旅に流れ着いた19歳のヒデにとって何よりも嬉しいものだった。本当、僕の理想な、大げさかもしれないですけど、本当に濃いっていう、そういう気持ち。マジで？ヒデはアイノリ史上誰よりも広いワールドクラスの守備範囲を持っていた。村での最終日、この食事会が最後の晩餐。ヒデのそばにはこの日もペンドちゃん。しかしいつもの笑顔はない。ヒデとの別れを受け入れることができずにいた。キラキラ、あなたは素早く、たばさみやけ。それはペンドちゃんにとって真実の愛ということは、もしかして、うん、ペンドちゃんが向かった先は、ラブワゴン。待って、ケーティ。
告白を決意したら、ドライバーさんに恋人のチケットを受け取り、一応の相手を呼び出して思いを告げるのが相乗りの掟。どうすんのヒデ。そう、ペントちゃんは生まれ育った村を捨て、愛するヒデの故郷日本へ行くことを決意したのだ。そしてガンボ、呼び出されたヒデがやってきた。ちょっとかっこいい感じ。タンザニアの田舎に暮らす女性にとって、うん、自ら男性に告白するのは普段では考えられないこと。緊張のあまりなかなか切り出せない。こっち向いてよ。どこ向いてんの。ここに男性がいる。いつものペンダだったら笑顔だけど、あのペンダにきちゃうか。私が笑った方が好きなの。笑顔かわいい。聞きたいこととか何かない。何でもいいから。家に見せんげこえり。本当にオカマなの。オカマじゃないよ。オカマじゃないよ。あれは冗談だって。これはアクセサリー。でも日本じゃ評判が悪いんだ。これ僕がこれをつけてるのを見て。アメペレイザワワオンゴ。似合ってるよ。そんなこと言う人たちは嘘つきだ。うわ。本当に思ってる。なんか見てないじゃない。すごい。もうまっすぐ。何も何やってんの。こうやっててもちゃんと見えてるよ。うわ。やっぱ言うな。うわ、すごい出てくるな。ほんまに出てくるね。英語レーズが。うん。ほらわ。言われたもん。ヒデはペンドちゃんの決意の固さを知った。アサンテ。うん。また明日ね。その場を立ち去るペンドちゃん。国境を越えた真摯な思いがヒデの心に突き刺さっていた。その日の夜遅く、誰かを待つヒデ、呼び出されたのはどうした？カヨだ。この旅で7歳年上のお姉様カヨに密かに思いを寄せていたヒデ。でしょ？しかし今ヒデは重大な選択を迫られていた。もし、うん、明日、うん、酸素がなくなったらどうする？ちょっと待って。すごいこと言うな。死んじゃうじゃん。そうだよね。うん、明日もし、うん、茨城がなくなったらどう？与党。そうだよね。明日もし。うん、僕がいなくなってたらどうかな。理由がなんかあるんだったらね、うん、納得するような理由があるならいいけど、うん、ただなんか納得できない理由だったら、うん、とりあえずぶっ飛ばす、うん、見つけてぶっ飛ばす、うん、ありがとう。あ、もう大丈夫。大丈夫。大丈夫。ありがとうございました。ヒデを残し立ち去るカヨ。うわすごいなこれ。リタイアすんのかあいつ。そしてヒデは、あれは泣いちゃった。もうなんかわけわかんねえや。いやもう自爆。ペンドちゃんから正式オファーを受けた恋する日本代表ヒデ。果たして日本を取るのか、それとも海外を取るのか。翌朝、お世話になったタブさんご一家と別れの時がやってきた。あ、ここでやんの。遠く日本を離れ旅する7人が久しぶりに触れた家族のぬくもり。バイバイ。いつまでも手を振る家族を背にラブワゴンは走り始めた。涙も乾かぬその時、うん、ストップ止めて。ほら待てた。ヒデを待つペンドちゃん。ほら荷物持ってるやん。やり残したことがあって、これ
それを答えに行かなきゃいけなくて、ちょっとドキドキする。行ってくる。荷物をまとめたヒデがラブワゴンを降りる。みんなキョトンしてんじゃん。ヒデが告白をされているので、ちょっと皆さんは見守ってチーム的や。突然のことに戸惑いを隠せないメンバーたち。そしてカヨ。明日もし僕いなくなってたら。電話が点と点が繋がる。カヨはその言葉の意味に初めて気づいた。告白が OK ならキスして帰国、ノーならチケットを返す。うわ、なにこれ。マンボ。ポア。アサンテコジャーナ、ノンバマジーボ。昨日はどうもありがとう。で、答えを聞かせてほしい。すごいよ。ペンドちゃんの一途な思いに、ヒデはどんな答えを出すのか。すごいな。初めて僕と出会った日、全然知らない人間なのにすごく笑顔で接してくれて、いっぱい気使ってくれて、バッタ美味しかったよ。でも慣れてないからちょっと食べづらかったけど、すごく嬉しかった。君はすごい魅力的な女性だから、君と一緒に過ごすうちに君のことをどんどん好きになっていくと思うけど、ペンドに告白されてから悩んで、見つかった気持ちもあって、やり残したことがある。一緒には帰れない。サマハニ、サマハニ。ペンドに会えてよかった。ありがとう。サンテ。うん。アサンツアナ。アサンテ。アサンテ。アサンテ。アサンツアナ。あかんわ。アサンテ。これあかんわ。ありがとう。サンテ。アサンツアナ。サンテ。ペンドちゃんを残し走り去るラブワゴン。こうして国境を越えた18歳の一途な恋は終わった。